鴨城は、富山県高岡市福岡町鴨にあった、日本の城、高岡市指定史跡。富山城各カードナンバー33。鴨集落を見下ろす山城にあった山城。山の麓には、草山の古城と呼ばれている城石があり、これは、霧り岸が認められる程度の小規模なものである。西側にある元取山との間には、 カムに関連した施設と思われる古市中国原通り山菜がある。上域は元取り山にかけてのお根上城に広がっており、狂は西側に大きな空堀、霧岸が残る。上司2年、当時越中国守護であった柴義行が、廃家の二宮園屋に、カムジョを命じて、頭高城を攻めさせ、これを焼き払ったという。おそらくこの頃に築城されたものと思われる。 頭田荷城については不明だが、彼女城から約4キロメートルほど北東にあった越中、国神川城のことか。長6年間、賀国半国死後だった赤松正則が城が平らに一時期居住したという。居住場所の位置は、御衣装高畑村の上との記録があり、高畑村は現在の鴨集落あたりに否定される。現在、 城が平らの地名は、城郭の建っていた場所を示すが、隣接地にあった、古市中国赤丸城に残っている。赤丸は、御陰領越中吉岡荘の中心として機能していた、ことから、領城のいずれを指すかは不明。遠徳三年、鴨山の二つ城との記録がある。廃城年代は不明だが、戦国期以降に使用された形跡は認められていない。遊歩道、案内板。 ベンチなどが作られており、整備されている。ありがとうございます。